自分の感情、自分の気持ち、自分の考え方と行動が一致していれば、ストレスがたまることはありません。これが好きだという感情と、じゃあ早速それをやってみようと行動が一致すれば、不満が生まれることはありません。これが欲しいという気持ちと、じゃあそれを手に入れるための努力を始めようと行動が一致すれば、モヤモヤすることはありません。これが私にとって正しいことだという考え方と、じゃあその自分の価値観に従って生きていこうと行動が一致すれば、葛藤が生まれることはありません。自分の感情と行動が一致していない状態が続くことで不満が溜まっていきます。これをやってみたいという気持ちに気づいたとき、でもこんなことをしたら周りからおかしいと思われるかもしれない。こんなことをしたらみんなにバカにされるかもしれない。だからやめておこうと諦めることで自分を満たすことができなくなります。これが私にとって正しいことだという価値観と違うことをすると心に負担がかかります。自分の感じ方と違うことをするということを繰り返すことでどんどん心が病んでいきます。自分の好きなことをやらないということを積み重ねることで生きづらさを感じるようになります。やりたいと思ったことを諦めるということの連続で不満が溜まっていき、精神状態が悪くなっていきます。感情と行動が一致していればストレスが溜まることはありません。しかし自分以外の人間の集まりの中で生きている私たちは、全ての状況で自分の思い通りに行動できることはありません。自分のやりたいことをやろうとすると反対したり邪魔をしてくる人が現れることがあります。自分の好きなことを始めると誰かに迷惑がかかったり、誰かを傷つけてしまうことがあります。人間関係の中で生きている私たちはどうしても他人のことを考えて自分の気持ちに従うことが難しくなることがあります。例えば、私はおしゃれが好きだからファッション業界で働きたいと思っているのに親に反対されることがあります。そんな不安定な仕事をしてはいけません。あなたはせっかくいい大学に入ったのだから学歴を生かして大企業に就職するべきですよ、などと言われることがあります。給料がいいから、安定しているから、世間体がいいからという理由で自分の興味と全く関係ない世界を進められることがあります。このような時、自分の心に従っていきたいという思いが強い人なら、私は自分の好きな道を進みたいとまずは親を説得することから考えます。対立したくないという恐れがあっても、自分の好きな生き方を貫きたいからという勇気を出すことができます。このような人は周囲と摩擦を起こすことが多いけど、自分の感情と行動が一致しているのであまりストレスがたまりません。逆に同じような状況でも自分の夢を諦めて親の言う通りに行動する人もいます。自分がどう思うかではなく、他人がどう思うかを判断基準にして決めるということです。他人に決めてもらっても順調にいっているときは、やっぱりこっちでよかったんだなぁとある程度落ち着いていられます。しかし他人が決めた道を進んでいるときにうまくいかなくなると、ものすごく心が乱れてしまいます。やっぱり自分で決めればよかった、やっぱり好きな方を選んでおけばよかったと激しく後悔します。そして、なんで親が私の生き方に口を出してくるんだ、親に自分の人生をむちゃくちゃにされてしまったと激しい怒りが湧き上がってきます。他人が決めたことを他人は責任を取ることはできません。あなたはこうすれば幸せになれますよという生き方に従って不幸になっても、相手はその責任を取ることはできません。他人はこうした方がいいですよ、ああした方がいいですよと勧めることはできても、それがうまくいかなかった時の責任を取ることはできません。他人が決めた人生を歩んでも、その結果の責任を負うのは自分自身です。他人が決めても自分が決めても、
自分の人生の責任を負うことができるのは自分だけです。親がそう言っているから、世間的に評判がいいから、みんながそうしているからと他人の物差しを基準にして決めてしまうことがあります。自分の感情と行動が一致していない状態が続き、10年後、20年後に本当にやりたかったのはこんなことじゃないんだと後悔することがあります。そしてあいつの言う通りにしたからいけないんだと自分に対して怒りが湧き上がり、あいつがいけないんだと他人を恨むようになります。社会の中で生きている私たちは自分の感情と行動を一致させることができない時があります。そんな時はどんな道を歩もうと自分の人生の責任を負うのは自分自身と自覚しておくことが大切です。例えばこんなご時世にこんなに待遇のいい会社に就職できるのはありがたいことだ、ひとまず親を安心させるために親の言うことを聞いてみるのもありだな、何年か働いてみてそれでもファッション業界に行きたいという思いが消えなかったら迷わずそっちの道に進むことにしようと考えることができます。自分にとって最善ではないと分かっていながらあえてこっちを選ぶとなった時、うまくいかなかった場合軌道修正するのは自分自身と心の準備をしておくことができます。他人に勧められた道だけどその道を歩むと決めたのは自分自身だから、その決断の責任を負うのも自分自身と思っていれば、たとえうまくいかなくても激しい後悔や怒りが湧き上がってくることはありません。自分の人生の責任は自分で負うという考え方と自分の行動が一致していれば、心の中に矛盾が生まれることはありません。ということで、自分の好き嫌い、したいしたくないという感じ方に従って生きるのが理想です。しかし、そうできない時もあります。そんな時は、私は心から納得していない方を選んだと自覚しておくことが重要です。親がそう言うのだから、これが正解だと思わなければいけない。他のことをやりたいと思ってはいけない。と自分の本当の感じ方を抑圧してはいけません。最善ではないけど、これを選んだのは自分自身。だから、うまくいかなかった時、軌道修正するのも自分自身と考えていきましょう。